グリフィンは、イギリス海軍の駆逐艦。G 級。後に、カナダ海軍駆逐艦五タワとなった。1934年9月20日帰港。1935年8月15日浸水。1936年3月6日浸港。終益後、地中海艦隊の第一駆逐軍に配属される。1938年9月のミュンヘン危機の時、マルタ・アレクサンドリア艦で、 客船、ストラスネイバーを護衛した。それからグリフィンは、アデンへ向かう軽巡洋艦アリシューザを護衛した。1939年2月2日に駆逐艦しかりと衝突し、修理は5日後に完了した。1939年9月3日時点では、グリフィンは、まだ第一駆逐軍に所属しており、アレクサンドリアにいた。十月にグリフィンは、本国海域での任務のため転属となり、 11月に、ハリッジで、所属駆逐軍に再び加わり、北海の紹介や、戦団の護衛に従事した。グリフィンは、11月21日にハリッジ沖で、植来した、同系艦ジプシーの生存者を救助した。同月グリフィンは損傷し、12月6日まで修理が行われた1940年4月、ノルウェーの戦いに備えてグリフィンは、本国艦隊に転属となった。 グリフィンは4月7日に北海へ出撃する本国艦隊の主力艦を護衛し、この任務はその後数週間続いた。4月24日、グリフィン特逐艦アケロンは、機雷や魚雷などを乗せ、なるべくへ向かっていたドイツのトローラー、シフ26を打破した。グリフィンはナムソスから A フッツ軍を脱出させ、また5月3日に1087級。 高下爆撃機によって撃沈された駆逐艦アフリリの生存者を救助した。187はグリフィンも攻撃したが、それは成功しなかった。それからグリフィンはジブラルタルの北大西洋艦区の第13駆逐軍に転属となった。9月23日のダカール沖海戦の際グリフィンは H 部隊の主力艦を護衛したが、戦闘には加わらなかった。10月20日。 グリフィンと駆逐艦、ギャランとホットスパーはメリラ沖でイタリア潜水艦ラフォーレを沈めた。11月初旬のコート作戦でグリフィンは地中海艦隊に移る戦艦、バーラムや巡洋艦ベリック、グラスゴーを護衛した。グリフィンもまたアレクサンドリアの第14駆逐軍に転属した。11月27日、スパルティベント岬沖海戦に参加。 MC4 作戦中の1941年1月10日に、駆逐艦ギャラントがパンテレリア島沖で食来し、グリフィンは生存者の大半を救助した。1941年2月にグリフィンは、航海に移り、そこでは、イタリア領ソマリランドでの攻勢を支援する、作戦中空母フォーミダブルを護衛した。3月28日、29日の、 またパンミサキ沖海戦の際はグリフィンは地中海艦隊の主力艦を護衛した。グリフィンは同系艦グレーハウンドと共にイタリアの駆逐艦を攻撃したが円幕を横切った際に敵を見失った。4月15日、グリフィンと駆逐艦、スチュアート、砲艦ナットがソルム近くの数軸国軍陣地を砲撃した。続いてグリフィンは ギリシャからの英語軍の撤退作戦に参加した。4月23日、アンフ29戦乱として、巡洋艦、コベントリー、駆逐艦、ダイヤモンド、ライネックと共に、デラン、ペンランド、サーランドキャッスルを護衛して、アレクサンドリアから出港。このうち、デランとダイヤモンドは分離されダワにへと向かった。また4月25日に、ペンランドは爆撃を受けて損傷し、 グリフィンがそばにいるよう命じられた。ペンランドは、さらに攻撃を受けて、沈み、グリフィンは、その生存者を救助して、スダワンへ向かった。グリフィンは4月26日朝に、軽巡洋艦カルカッタなどとスダワンから出港し、カルカッタ、駆逐艦ダイヤモンド、アイシス、ホットスパー、揚陸艦グレンナーン及び、スラメットと、カディーバイスマイルで、 ナフプリオトトロンへ向かう戦団を構成して、4月26日午後に目的地へ向け出発した。途中、空襲でグレンナーンが被弾し、グリフィンはグレンナーンを栄光して、キサモスワニへ向かった。4月28日から29日の夜、グリフィンと軽事務館、艦、エージャックス、駆逐艦3隻は、モネンバシアで兵員の収容を行った。5月8日、 アレクサンドリアからマルタへの船団を護衛する地中海艦隊の主力艦を護衛。5月末のクリタ島からの撤退戦ではグリフィンはスダワンから720人を脱出させた。シリア・レバノンでの戦いの間、グリフィンは7月2日にレバノンのフランス軍陣地を砲撃した軽巡洋艦パースを護衛した。4月から11月の間はドブルクへ行き来する船団の護衛に従事。 11月25日、グリフィンが地中海艦隊の戦艦を護衛中戦艦、バーアラムが、ドイツ潜水艦 U-331 に、来撃された。12月初旬、デルナ砲撃を行う軽巡洋艦、ナイアドを護衛。また同月中にはグリフィンは、第二駆逐軍に転属となった。1941年1月、2月はマルタへ向かう、戦断の護衛に従事し、 それから2月末にインド洋の東洋艦隊に編入された。1942年4月の正論沖海戦の時はグリフィンは A 部隊に属していた。6月、グリフィンは地中海に戻り、アレクサンドリアからマルタへ戦断を送るビガラス作戦に参加した。作戦後はまたインド洋に戻り、9月に護衛駆逐艦への改装の ため本国に戻るよう命じられるまで、戦乱護衛に従事していた。改装工事は、サウサンプトンで11月2日に開始された。4.7インチ砲2門及び12ポンド対空砲が撤去され、代わりに全部に、ヘッジホック、後部に、追加の爆雷が搭載された。他には286型レーダーと271型レーダーが、 搭載され、エリコン f f 2 0ト、mm、ル機関砲が追加された。工事中の1943年3月1日に、グリフィンはカナダ海軍に移管され、改装工事完了4日前の3月20日に収益した。グリフィンは4月10日にオタワと解明された。トバモリーでの準備の後オタワはカナダへ向かい、6月15日にカナダ国民のもとに届けられた。オタワは、 c 5護衛グループの専任官となり、1944年5月に第1 1護衛グループの専任官となるまで、ニューファンドランドと北アイルランドのロンドンデリーの間で活動した。第1 1護衛グループは、駆逐艦クートニー、ショーディエール、ガティノー、サン・ローランで構成されており、その任務はノルマンディ進行部隊の護衛であった。オタワとクートニー、 イギリスのフリゲートスタティスは1944年7月6日にビーチーヘッド沖でドイツ潜水艦 U-678 を沈めた。8月16日にオタワとショーディエールはラロシェル沖でドイツ潜水艦 U-6621 を沈め、その2日後にはブレスト製法でドイツ潜水艦 U-984 を沈めた。 オタワは1944年10月12日から1945年2月26日までセントジョンズで修理を受けた。3月11日、ハリファックス沖で総海底ストラトフォードと衝突。4月30日まで修理に費やした。戦後オタワは福音兵の輸送にあたり、10月31日に退役。1946年8月にインターナショナル。 アイアンメタルカンパニーに売却され、解体された。ありがとうございます。